するとかっていうのはどちらかというか自分たちの都合に合わせて新しい慣習とか儀式っていうのをこう生み出していくようなことなのかなっていうふうに思ったんですけど、そのマハッラの中におけるその儀式とか慣習っていうのはどんどんこう新しいものが生み出されていくようなものなんです。あるいはその儀式の意味付けとかやっていることっていうのはどんどんこう変わっていくもの。クラスター定義すると相当広く定義されてますよね。ということはそのクラスターによってもなんか戦略的な意味合いが強いものから本当に伝統的な意味合いが強いものまでいろいろバリエーションがあるっていう形ですよね。でその中にいろんなタイプがあってなんかその崩壊するとかそういうことはあるんですか。なんかそのどんどん変わって環境に対応する力を持つにはなんかこのクラスターが自己目的化して崩壊しないようだと相当なんか無駄なコストがかかるコミュニティが重なりつつようなものなんですけど、崩壊するというかもう解散はありますよね。解散ってなるんですけど、それは人間化してやりたい、また始まったりとか。時間もオーバーしてしまったので、とりあえず研究会自体は一旦